はい、どうも皆さん、私、キレサチャンネルのキットでございます。今回はですね、レッドブルの 5G、2014オンライン予選タイムトライアルをやっていきたいと思います。で、こいつはですね、事前に登録をすることで、それでこう出るのできるのかな、こいつが。ちょっと忘れちゃったんですけれども、ともかく、大会にね、進出するとですね、確か西日本、東日本で2人ずつだったかな。をすると、レッドブルでですね、その大会、まあ、こうありますけれども、出ることができます。本大会ですね、本大会とか本戦にですね、出ることができます。で、タイムの方がですね、わあ、1分57秒、このアスカリフルトラックで57秒、56秒台ですね、を出さないと無理だよということですね。まあ、頑張ってゴールド取っていきたいと思いますんで、最後までお付き合いよろしくお願いします。なかなかね、さっきちょこっとやったんですけど、ピーキーですね、やっぱこの、レッドブルの X1 ですかね、X1 っていうのかな、今な、X2014 っていうのかな。いやー、もうピーキーすぎて、FT186 じゃなかった、 FT1 乗った後、なんか86つけちゃうな、 FT1 乗った後でやっちゃうと、ちょっとね、難しいですね。当然なんだけど、思ったよりもうまく転がせないんで、これちょっと難しいな。すごい、登録終了まで41日って1ヶ月ちょっとあるんだな。まあいいや、早速やっていきたいと思います。まあハンコン使ってるんでね、参考にならないかもしれませんけれども、まあ LINE とかね、そういうので、ぜひ参考にしていただけたらな、嬉しく思います。さあ、やっていきたいと思います。まあ、さっきちょこっとやったんでね、ちょっとなるべくもうちょっとみっともない走らせ方はさしたくないな。さあ、ここ、おー、すごい、縁石乗って滑っちゃった縁石乗って滑っちゃったな。ちょっと初ですね、今の。すごい、初めてだ。やばいな。早速一周無駄にしちゃったな。結構きついんですよね。判定がですね、結構きつめになってますんで、こんくらい大丈夫だろうと思って踏んじゃうと、なかなか、こう、ね、無効になっちゃったりしますね。気をつけて走っていかないとですね。危ないな、危なっかしいな。あそこがね、結構難しいですね。アクセルオフでいけるのかいけないのかですね。よっしゃーっと、ここら辺もね、コース覚えないと本当に難しいんですよね。お、すごい、だからなんだ、スピンするぞ。あんまり縁石踏んでいったらダメなのかな。さっきは踏んでも大丈夫だったんだけどな。すごい、ちょっと縁石乗っちゃうのかな。横にスッと逃げちゃいますね。さあ、ここがね、3つ目なんですよね。読み間違えると大変なことになっちゃいますんでね。さっきここでね、ちょっとブレーキになったんですけど、ここは違う、次が看板が出てますね。看板を目印に踏んでいきたいな。あー、さっきと同じミス。さっき練習した時もさっきあんな感じでね、壁に突っ込んじゃったんですよね。難しいんですよね、ここのコースは。本当にもう苦手ですね。まあ、この 50m 看板を目安にブレーキングアプローチを開始してですね。危ない、危なかったな今。箱切りすぎちゃうんで気をつけて。さあ、タック。
ちょっと喋れてないですね。神経モードですね、これは。さあ、ここはアクセルオフで荷重を変えて、次も、あー、クリップ少ない。もったいない。ここは多分アクセル全開でいけちゃうんじゃない、いけなかったか。きついんでね、ここは気をつけて曲がって。よっしゃ、いけ。次もアクセルをコントロールすればうまく抜けられますね。あー、どうなんだ、このペースは速いのか遅いのか全然わかんない。さあ、1個目、そして2個目で3個目。お、リズミカルに抜けたぞ。やっぱリズムは大事ですね、こういう走ってるときは。一回リズムが狂っちゃうとなかなかこのペースにね合わせられなくてタイムが出ないっていうことがねよくありますね。あー、微妙にダメだな、全然ダメだな、微妙どころじゃないな。まあ、シルバーかー、頑張ってちょっともうちょっとタイム上げていきたいな。もうちょっと頑張ってタイム上げていきたいと思います。危ない、お、いいんじゃない、いいんじゃない。あー、ちょっとアンダー、ちょっと突っ込みすぎちゃったな。よしよしよし、お利口さん、お利口さん。あー、はい、ちょっと伸びませんでしたね今。あー、そこのね試験員がなかった、ヘアピンミスっちゃいましたね。あそこでうまくいくとタイム伸びたんだけどな。縮まったか、伸びたじゃない、伸びたらダメだよ。危ない、危ねー、ギリギリ。あー、ダメだ、失速しちゃった、シフトミスなんだ今のレッドブルでルーフしてたぞ。あー、残念、ダメでしたね。さあ、もう一本行ってみましょう。あそこは乗っても大丈夫ですね。2個目の面積はショートカットができますね、多分。喋れない喋れない真剣すぎる。お、いいんじゃない、いいんじゃない。いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。全然喋れておりませんあそこもちょっとね、かするぐらいだったら全然大丈夫ですね。
瓶側は、あー、ドキドキしてきた。おー、怖い。怖えー。あそこも大丈夫だな、乗っても。おっしゃ、行け、行ってください。このままミスらずに行けると。ああ、コンマ3秒。ちょっとラグい、ラグい、ラグった、ラグった。さあどうだ、ゴンマ3秒いけるかな、縮まんないかな。もうー無理かな、いけそうなんだけどな。あー、残念。というわけで。はい。1分57秒372ということで、もうちょっとね、ちょっと喋れてなかったですね。すいませんでした。ちょっと真剣に走りすぎだったな。もうちょっと頑張れば、これは、ゴールド取れそうなんで、もうちょっと頑張ってね、ゴールド取っていきたいなと思います。残念だったなぁ。くそ、めちゃくちゃ悔しい。まだ、期間がね、ありますんで、もうちょっとタイムね、頑張って上げていきたいなと思いますんで、それもね、今後、実況できたらなと思います。攻略方法ですね。いやぁ、悔しい。すごい悔しい。まあ、いや。はい、では最後までご視聴ありがとうございました。次回もぜひご覧ください。ではでは皆さん、良い GT ライフをお送りください。ゴールドを取っていきたいと思ってます。でね、おそらく喋れないと思いますが、ご了承ください。よろしくお願いします。いけるんちゃうん、これいけるんじゃないの。よっしゃー、というわけで、とりあえずゴールド取っていきましたんで、危ない危ない危ない。
よっしゃー、取れたー。ボールとかね、取ることができましたんで、終わります。いや、ほんと真剣ドライブした。いやー、まあ、参考程度にね、ご覧になってください。もう、無理かな。では皆さん、良い GT ライフをお送りください。